ただいまから政府開発援助等に関する特別委員会を開会いたします。本院規則第8条により、私が委員長の選任につき、その議事を主催いたします。つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。藤田幸久君。委員長の選任は、主催者の指名に一任することの動議を提出いたします。ただいまの藤田君の動議にご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは委員長に岩井茂樹君を指名いたします。この際、一言ご挨拶を申し上げます。ただいま、皆様のご推挙により、委員長の重責を担うことになりました、岩井茂樹でございます。委員会の運営にあたりましては、公正かつ円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位のご支援とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。ただいまから、理事の選任を行います。本委員会の理事の数は6名でございます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に大沼瑞穂君、高橋克典君、藤田幸久君、石川博隆君、および辰巳幸太郎君を指名いたします。なお、あと1名の理事につきましては、後日これを指名いたします。本日はこれにて散会いたします。